さらについな。7歳、彼女は関西弁を使う鬼殺しの神童であった。サイに愛され、そして人にも愛された。優しい両親、明るい友達、豊かな故郷。幼くして、世界の美しさと温かさに感銘を受けた。だからこそ、その鬼殺しの力を振るうと決めた。世界と人を守るために、キサラギの姓をして縁の追名を名乗り、槍を掲げ、その髪と同じ色をした純白の満月に誓う。必ずや、人と世界を脅かす。悪鬼羅刹を滅ぼさんと、縁の追名は7歳という幼さにして故郷を去り、山にこもった。すべての鬼を殺すため。化け物を殺すのはいつだって人間か？違う、そんなものはただの人間参加。そうあってほしいだけなのだ。すべての鬼を殺すことはあまりに固く、少女の腕はあまりに細い。縁の追名は確かに鬼殺しの神童だが、鬼を皆殺しにするにはいささか力不足であった。だから、強くなった。まずは鬼の力を得るために、殺した鬼はすべて食らうことにした。食事をすることと強くなること。その両方が同時にできる。なんと便利な手段であろうか。おっと、その前に鍛錬だった。彼女は一切鍛錬を欠かさなかった。眠る時間がもったいないので、睡眠時間はできるだけ削った。するといつからか、眠る必要がなくなっていた。鬼を食った影響だろうか。これは便利だ。24時間すべてを強くなることと鬼を探すこと。そして鬼を殺すことに使える。自身の恐怖を捨て去り、相手に恐怖を与えるため、返り血を流さなくなった。血が流れなくなったわけじゃない。体を洗わなくなったのだ。赤黒く染まった全身は、もはや他人と自分の血の区別がつかなくなっている。自分の腕が裂けて血が流れても、返り血と混ざり気づかない。立ち込める異臭とおざましい要望は相手に恐怖を与えた。彼女は次第に言葉を忘れていった。仲間はおらず、敵は殺す。よって問答は不要。必要なのは相手を怯えさせる雄たけびだけだった。それでも忘れなかった言葉がある。鬼、殺す。この二つだけだ。11歳の時、彼女に所長が来た。知識のない彼女は、生理を鬼からの呪いの類だと信じた。だから自身の腹を裂き、子宮をえぐり取ってして、代わりに鬼の肉を詰めた。それは驚くほど彼女の体に馴染み、腹を裂いた後は数日で消えた。彼女はこの行為から、さらに強くなるための着想を得た。素手による内臓の強化だ。とりあえず強かった鬼の心臓を胸部に入れ込み、心臓を4つに増やした。次に様々な内臓を増やし、時には骨や皮を重ね、そして自身の頭蓋を砕き頭部に脳を詰めていった。それらはすべて彼女の体に馴染んだ。まるで元からそうであったかのように、山にこもってから7年。彼女はついに悪鬼の類を見つけることができなくなった。理由は単純。悪鬼を皆殺しにしたからだ。役割を終えた彼女は人里に降りることにした。人間で溢れるあの美しく温かな世界。そこに戻ることを思うと縁の追名は嬉しくなり、自然と駆け足になった。人里に着き、人間と目が合う。彼女は笑顔で手を振った。彼は怯えて指さした。そしてつぶやく。彼女は最初、その言葉の意味がわからなかった。だって鬼はもうどこにもいないから、慌てて逃げ出す男を見てようやく気づく。なぜだかわからないが、自分は鬼に間違われたんだと、否定しようと思っても、うまく言葉が出てこない。だってそんな言葉はもう覚えていない。次第に警察が集まり、彼女を取り囲む。そして抑え込もうとする。彼女は鬼殺しの神童であった。相手のわずかな動きを見て、反射的にその槍を振るった。胴体に至ったその直後、理性を働かせ動きを止める。おかげで警察の一人が腹部に軽い怪我を負うだけで済んだ。しかし相手はこれを敵対行為とみなした。彼女が槍を止めたのではなく、防弾チョッキのおかげで全力で振るわれた槍が止まったように見えたのだ。縁の追名は警察に抑え込まれた。抵抗はしなかった。ただただ悲しかった。人に槍を振るったことが、人に嫌われたことが、パトカーに乗るとき、窓に自身の姿が映る。そこにあったのは、紛れもなく鬼だった。化け物を殺すのはいつだって人間か？そうであったならどれほど良かっただろう。彼女は鬼を殺すべく、鬼となったのだ。車の窓から景色を眺める。投げ捨てられたゴミ、誰かに対する罵倒、死んだような目で歩く人、7歳の頃には気づかなかった、世界の醜さ。自分はこれを守っていたのか、警察署で様々な言葉を浴びせられた。だが何一つわからない。自分はもうこの世界では生きていけないのか、どうやって探し出したのか、両親らしき人がやってきた。おそらく、両親だ。顔をはっきり覚えていないので、確証は持てない。しかしなぜか、やってきたのは二組の夫婦だった。お父さんは知らない女性と、お母さんは知らない男性とやってきた。何やら話し合った後、4人とも去っていった。言葉はわからずとも彼女は理解した。自分は捨てられたんだと。それほど愛されていなかったんだと、処遇について一段落したんだろう。簡素な食事を与えられたし、シャワーを浴びることも許された。血がこびりついた全身を、洗う。だが髪が、髪にこびりついた血がどうしても流れない。彼女の月のように白い髪は、ほのかに赤らんで戻らなくなった。部屋に戻り、小さな窓から月を見る。今日は満月だ。守った世界はそれほど美しくなかった。愛されていると思った自分は両親から捨てられた。もう誰とも言葉を交わし、笑い合うことはできない。戻ることのない赤白い髪が、わずかに揺れる。あの日誓った月さえも、涙で滲んで、歪んで見えた。偉そうに
そう偉そうに。姫たち全然偉くない。所詮はただのストーカー。でも偉そうに。そう偉そうに。無能な部下がいるならば。上司もきっと無能だろう。アホな子供がいるならば。親もアホに違いない。だから偉そうに。そうさ偉そうに。たとえ姫たちが馬鹿にされようと。たとえ私たちが舐められようと。我らの主、天満大神在天神菅原の道真公その人が軽んじられる。ただそれだけは。看過できぬ。許容できぬ。本来ならば、天満大神在天神より寵愛を受けし我々が、下賤な鬼っぽい小娘と言葉を交わすなどありえぬことだか。聞けば何時若の有名な縁のおつぬの末裔らしいではないか。飛び埋めの生徒縁のおつぬの末裔。これだけならば当然我らの方が位は上だが。何時は悪鬼羅刹を滅ぼした。うむ、こうなると功をつけがたい。であるならば、この度は同国。あ、同国としようではないか。よろしいか。皇帝と受け取った。同意を得られたところで話を進めるよ。飛び埋めのせいである姫たちがついのちゃんを引き取ってあげよう。正確には引き取ってくれる人のところまで案内してあげるよ。さすがに私たちはついなを引き取れない。火災天満宮に招くのもいいと思うんだけどね。うちのついな祭についのちゃんが参加してくれたらより箔がつきそうだし。だけどうちで引き取ったらついなの世話は太宰府天満宮の職員がすることになる。独断で彼らの負担を増やすわけにはいかない。というわけで知り合いを紹介しよう。さあ姫たちの手を取って。君を連れて行ってあげるよ。二人が何を言っているか、私には全くわかりませんでした。でも、握ったその手は確かに温かかったです。あ、ててて、ついのちゃんもうちょっと軽く握って。折れちゃう、手の骨が折れちゃうから。私を引き取ってくれた家には、一組の男女がいました。最初は夫婦かと思っていたんですが、どうにも違うようです。おそらく男性の方が女性の方を雇っているんでしょう。二人はよく私の世話をしてくれました。それは最低限の保証だけをするようなものではなく、言葉や文字を教えてくれたり、一緒に遊んでくれたりもしました。部屋も与えられましたが、今でもほとんど物置としてしか使っていません。一人でいると、強烈な孤独感に苛まれるからです。普段は今で過ごし、寝るときは二人のどちらかのベッドに潜り込んでいます。一度寝相で男性の方の腕の骨を折りましたが、彼は笑って許してくれました。それが原因なのかどうかはわかりませんが、それ以来だんだんと人間らしい体になっていきました。鬼を殺すよりも人を傷つけない存在に体がなろうとしたんだと思います。だんだんと言葉を覚えていき、二人の会話がなんとなく理解できるようになりました。そのおかげで、二人が時折夢や思いを語っていることもわかりました。男性の方は、花のそばで学生と共にいたい、みたいなことを言っていました。おそらく青空教室を開く夢を持っているんでしょう。女性の方は、人と人との絆が大切だと、つながりを愛していると深く味わうように言っていました。きっと出会いや誰かへの思いを大切にしている人なんでしょう。二人は私を守ってくれて、時には一緒に出かけてくれて、また世界の美しさと温かさを私に教えてくれました。だから私は槍を捨て、月に誓いました。必ずや、誰もこの手で傷つけず、二人の全てを守ってみせると。月は涙で歪んで見えましたが、そこに悲しさや寂しさはありませんでした。そして現在、私はそれなりの一般常識を得、明日から学校に通えるほどになりました。二人が語る夢や思いも、どういうものかはっきりと理解しました。僕はユニカップル女学生に挟まれることを夢見るミナセコ。挟まりたいな。ユニカップル女学生に挟まりたいな。ドゥフッドゥフ不正円でゆかりさんのブロマイドを手に入れました。ゆかりさんは可愛いな。ゆかりさんと結婚したいな。ゆかりさんイズマイエンジェル。こうしてついなちゃんは世界の美しさとか醜さとか割とどうでもよくなりましたとさ。めでたしめでたし。おまけあれ、いつの間に。どうしたのついなちゃん。いや、私もともと心臓が4個あったんですけど、すでに理解に苦しむで。なぜか心臓が1個に戻っていまして。なぜ4個あったのかが甚だ疑問だ。体重もどんどん軽くなっていますし、普通の人間になりつつありますね。何キロぐらいなの。今は120キロぐらいだったと思います。わーお。あ、体重って普通は聞かれても答えないんでしたっけ。それとは全く別問題で、ついなちゃんは体重を答えない方がいいかもね。重いだろうなとは思っていましたけど、120ですか。ついなちゃんがベッドに潜り込むたびにベッドがきしむのも納得です。ちなみに僕は結構な頻度で上に乗られる。いつか圧死した状態で朝を迎えそうですね。が、軽くなってるので、どんどん軽くなってるから大丈夫です。うん。鼻のあたりをもうちょっと、なんとかできないかな。鼻を通したいんですか？うわ、ついなちゃん！どうやって入ってきたの？どうやってって、普通に扉を開けて家の中に入ってきましたけど。鍵を、かけてたよね。え、あのべきっていう音はそれか。その前にチャイムをして。あ、すいません。忘れてました。それでこんな朝早くからどうしたの？家庭菜園をしていまして、ミニトマトが取れたのでお裾分けに来ました。お、ありがとう。マキさんは今化粧メイク中ですか？うん、私鼻が低いから高く見せられないかなって悩んでるんだよね。高く1メートルぐらいですか？別にピノキオになりたいわけじゃないんだよ。あと5ミリぐらい伸びないかなって思ってるの。そのぐらいなら伸ばせばいいじゃないですか。あ、うん、一応鼻を高くするマッサージとかはしてるんだけどね。いや、そうじゃなくて、こう腕を増やしたり牙を伸ばしたりする感覚で。どんな感覚？あ、髪を操る感覚って言った方がわかりやすいですかね。ほら、こんな感じで伸び縮みさせたり髪型を変えたりするみたいに。それができるのはついなちゃんだけなんだよ。鬼もやってましたよ。私は人間なんです。聞けばついなちゃんの体はいろいろできて便利らしいね。その上力持ちだし。ええ、まあ不便なこともありますけど。例えば時折本能的な強い衝動が湧いてくることですかね。破壊衝動とか暴食衝動とか。ついなちゃんの暴食衝動は危険だよ。ジンズの食べ放題をやっている店がなくことになる。
あかりちゃんも連れて行けば涙すら流れなくなる。コウ君家の食費はすごいことになっていそうだね。破壊衝動は山に行って拍手をするだけでいいんですけどね。インスタントに処理できる破壊衝動だね。破壊衝動というか、力を振るいたいだけだから、両手のひらを思いっきりぶつけるだけでいいんだよ。家でやった時は悲惨でしたね。振動でガラスが割れたからね。すいません。気にしないでついなちゃん。ガラスぐらい全然いいんだよ。僕も同じことを言おうと思っていたけど、あかりちゃんが言うのがおかしくないかな。学校の生活とかちゃんと普通に過ごせてる。何かあったら愛に相談するんだよ。ありがとうございます。ちゃんと普通の人間らしく過ごせていますよと思っていたんですけど、今日マキさんとうまく会話ができなくて。あの常識人のマキさんと会話ができないんですか？だとしたら学校でも会話に困るかもしれませんね。どんな会話をしたの？ですね、スイナちゃんは好きな人とかいるの？いますよ。マキさんにコウ先生に、アカリさんにアイさんに、ユカリさんに、セイカさんに、キリタンさんに。違う、そういうのじゃなくて。どういうのですか？恋愛対象ってこと？付き合いたい相手とかさ、いるの？いるでしょ？恋愛対象？ああ、どのオスの子をはらみたいかってことですね。違います。違います。断じて違います。一緒にいるとドキドキしたり、その人のことばっかり考えちゃう人のことだよ。じゃあアッキが恋愛対象になりますね。近くにいるときは鼓動の速度を上げて精神道を巡らせ、思考をアッキのみに集中させ、そして殺す。それは恋愛と真逆に位置する感情じゃないかな。あ、っていうかアカリちゃんがいるじゃん。アカリちゃんがユカリンに抱いているような感情のことだよ。アカリさん以外にあんな感情を持つ人がこの世にいるんですか？まあ、あれは極端だけど、方向性は同じ。のはず。っていう会話をしました。確かに私の愛は人と比べられないほど深いですからね。深いというか重いというか濃いというか。スイナちゃんの考え方が、なんて言えばいいんでしょう。単純、多産的、生物的、な感じがしますね。恋愛に限らず感情については経験してみるのが一番早いんだよね。言葉で説明するとどうなるんだろう。ずっとそばにいたい人。自分の命より相手の命の方が重いと思える人。思わず抱きしめたくなるような人。その人がいない人生を考えられない人。先生の恋愛感重くないですか？あかりちゃんの恋愛感が普通で驚きだよ。あ、でも今のでわかりました。私にもそういう人がいます。へえ、誰ですか？僕たちが知ってる人かな。はい、コウ先生とあかりさんです。二人が私の恋愛対象ですね。うん、それは多分家族愛みたいなものじゃないかな。恋愛とは違うんですか？多分ね。まあ会話に関しては恋愛対象はいないって言っておけばいいよ。スイナちゃんも恋をすればきっとわかるよ。そうですか。私の気持ちもよくわかると思うよ。それはどうだろう。とにかく私にはまだ常識がないことがわかりました。出会った頃に比べればかなり学んでいるよ。しかしまだ一人では生きていけそうにありません。だからこれからも二人のそばにいていいですか？そりゃもちろん。一人で生きていけるようになっても別れる必要なんてありませんよ。ありがとうございます。じゃあこれからも末永くよろしくお願いします。なんで迎えに行ってての骨を折られた私たちよりもあの二人の方が好かれているんだろうね。お世話をしたのはあの二人だし、生みの親より育ての親ってことでしょ。それに私たちが後ろから近づくと一瞬目が鬼モードになって殺意抜けてくるよね。悪鬼即残みたいな生活してたからジンガイを警戒しちゃうんでしょ。私たちが飛び埋めそのものよりも道真様を重視するみたいな感じかな。多分そんな感じ。不満だけど納得した。気持ちはわかるよ姫。